えー、こんにちは。今回はですね、まあ、老後の私たちの生活資金年金についてお話ししようかと思いますこの度厚生労働省がまたね年金についてものすごく不吉なことを言い出したんですよでこれは20年ぐらい前にミノモンタさんの朝唾でもね何回か取り上げられたことではあったんですけどもこれがどういうことかっていうと通常私たちは、まあ、基礎年金っていうのがありますよねこれはほとんどの方が入られてると思います半ばこれね強制的なんですよ 年金を払わない人は差し押さえまで起きてるぐらいに、もう、反強制的なね、年金制度っていうのは、うん、なんかの財源になってるんでしょうね。要するに、働いてる人から年金という名目でどんどん集めて、そして集まったお金を、今年金を、あ年金じゃない、年金を受け取る世代にどんどん横流ししてるという形なんですよ。大体いいね、現在の時点で、年金の徴収額が50兆円ぐらいらしいです。で、支払っている年金の額が、 同じく50兆円なんですよ。だからトントンなんですよね。でも、この年金の余剰資金、財源としてはいくらあるのかっていうと、130兆円しかないんですよ。ね、つまり、まあ、年金の徴収金額50兆円の2回半って感じですよね。まあ、ですので、年金の徴収が2年3年ないと、この年金の財源は枯渇するんですよね。で今後のことですけども、年金は払う分は、 ものすごく大きくなってくるんですけども聴取が今まで通りできるかどうかって言ったらこれがね少子高齢化の影響でできなくなってくるんですよつまり年金を受け取るためにずっと払ってきた人はたくさんいるんだけどもこれから将来のために払う人ってのは数が減るんですよねそうなるとこのアンバランスな形をどうすればいいかってことになります答えは国債切りまくれば全然問題ないんですけどもでもねそういう発想が厚生労働省にありません 集めた年金をぜこににして、ててどういうういい風受け取るべき年代の方に払っっかなっていう形な形んですよねえ。当然年金を受け取りたい世代の人にも清き一票がね選挙権ありますから一人一票がねどちらかというと年金を受け取る人に年金はちゃんと払いますからっていう風にした方が当選はしやすいんですよねそういったところも相まってですね年金をなんとか作り変えないといけない基礎年金の人特に。 基礎年金の人は全くお金が足りないんで、はっきり言ってね、年金を受け取りながらも、70代になっても、70代の中盤になっても、働かなくちゃ生活費が稼げない、年出できないということになります。貯金もあまり残せなかった。年金も本当に安いと。まあ、4、5万だとかね、毎月。4、5万。で、アルバイトもあんまり条件のいいところは当然、ご高齢になるとないんで、体に夢中って、生活費を捻出するために何とかやってると。 であちこちね悪くなれば病院にも行かないといけないしその時には仕事はいけないし暮らしはどんどん不安になっていきましたねじゃあねどうするのって話なんですよ基礎年金が足りない分どうするのってことになりますそれがね今回厚生年金からへつってきて基礎年金に入れちゃえって話なんですよ厚生年金っていうのはこれはね、まあ、はっきり言って希望する方だけが入る年金ですもちろんサラリーマンの方強制加入ですから サラリーマンの方はね高い厚生年金を会社と折半しながら自分の将来のためにと思って厚生年金ね苦しい中でも毎月払ってるわけですよね金額莫大ですからね1人当たりそうですね78万ぐらいじゃないですか毎月でこんな金額払わされてるわけですよ会社と折半でねだから会社もあの従業員さん社員さんが払ってる額と同じ額払ってるわけなんですよねで、その 厚生年金が全部給料にに入ってたらどんないいいだろうかと思いますよね。でもやっぱり将来の自分のためだからっていうので厚生年金っていうのは年金の2階建ての2階建て部分基礎年金だけじゃ不安だけども厚生年金があったら将来なんとかいい思いできるんじゃないかなっていう期待をもとに払っていたのにそれがね問答無用で減らされて厚生年金に入っていない人にどんどんねつぎ込まれるっていうことを田村厚生労働大臣はまたね言い出したわけですよ。これひどくないですかってことなんですよ。 厚生年金払ってる側からすればねでも反対に基礎年金だけで不安を抱えていやー厚生年金の潤沢な資金から回してもらえるのありがとうになるわけですよ。ということは厚生年金を払わなかった基礎年金だけのグループに一方的な得があって苦しい中厚生年金を払ってきた人には何にもいいことがないそればかりが将来受け取るべき年金が目減りするって話なんですよ。 これ冗談じゃないですよね。ともすれば、基礎年金しか払ってこなかった人に対して、厚生年金もしっかり払ってきた人、この二項対立、分断が起きるんじゃないかなってことも考えられますよね。いや、分断起きてもこれ無理ないでしょ。だって、払わない人の方が得するわけですよ。で、両方とも働いてきたのは働いてきたんだけども、こちらの方は、働いてきた中で苦しいけども厚生年金まで、要するに、個人的に保険も変ってきたっていう解釈でもいいんですよ。でも、その保険に、 自らの責任でね入らなかった人に一方的に美味しい話になってくるんですよねこれどうなんですかねこんなことが本当にまかり取るんでしょうかで安倍総理はこうならないようにマクロスライドっていうのを入れてきましたよねでもデフレ化でマクロスライドなんて発動しないんですよマクロスライドがどういうことかっていうのはちょっとご自身で調べてくださいまあ知ってるという前提でお話しますよこれ皆さんにかかるお金のことですからマクロスライド は景気が良くなったらどうこう調整しましょうって話でしょで良くならないわけですからデフレなんですからマクロ調整スライドは全く無意味なんですよだから今回みたいな話がまた出てきちゃったんですよねえそもそも冒頭でお話し,しましたけども二十年ぐらい前にミノモントさんの朝酢場で話題になった時にこのまんまじゃね厚生年金からへつって基礎年金に回すみたいなことがまかり通るそんな話も出てたんですよ まあだから国民みんなでねまあ厚生年金払ってる方だけかもしれませんけどもちょっと待てよっていう声を出してでそれに合わせてマクロ経済スライドっていうのも導入されたわけなんですけどもやっぱりマクロ経済スライドじゃダメだってことなんでねまたぶり返してきたんですよ今回の話は、うん。こうなるとね厚生年金も払うのやめようかなとかねそもそも年金払うのやめようかなみたいなねそんな人が増えるばっかりでまあ払いたくても払えない人も出てくるわけですよこれからどんどん。 そうなってくるとみんなしてじゃあ自分の将来は自分で守るしかないから消費するのやめて貯金しようかなとかね物を買うのやめて投資しようかなみたいなことになっちゃうわけですよそしたら市場の経済流動性はますます失われて物を作っても売れない買いたいものも我慢するみたいな超デフレがこの世界でたった1カ国だけ日本だけで起きるわけですよで日本はどん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 物価が安くなってね安くないと売れなくなっちゃうからそれこそ企業は サービス残業それから休日出勤を駆使して商品の価格を人件費を無視してどんどん安くなりましたよねでそういうものを海外の世界中の人が日本人の作る商品安いからってんで爆買いに来るそれをああ日本っていうのは魅力がある国なんだなっていうふうに勘違いする政府はそれをね日本人のもてなしが受けてるんですよっていうふうに誤ったミスリードをする喧伝する違うただ安いから買いに来てるだけなんですよね 東南アジアやヨーロッパの方で円が強かった時にね世界中にいろんなものを買いやりれに行きましたロックフェラービルやねそれからゴッホのひまわりまで買いました円が強かったんでとにかく世界中のどこで買ってもあ物価が安いなと思ってたわけなんですよ、ね、今は逆ですね日本がどん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 安くなっていく日本人の賃金は世界でも最低水準になると、ね、私たちの人件費が安く ななってるってことなんですよ世界で,、うん、でますますね個人的に儲けれる人は「よしもうお金使わねえぞ」と将来のために将来の自分の家族のために残すぞっていうふうになっちゃうと商品安いものを作っても売れなくなっちゃうんですよ。ね、今日本では無無料料でででももも受け取ってもらうのが難ししい時代になりました無料でもですよその次は何が起きるかっていうと商品を受け取ってもらうために500円とか1,000円を上げますからっていうのでのしをつけないといけないっていうそんな 時代にもなるんですよねで実際自己アフィレートとかポイントサイトみたいな自分は1円も使わないのに商品を受け取ることサービスを受け取ることによって報酬までもらえちゃうっていうプランがあるじゃないですか、まあ、それをね利用してるのが私だったりもするんですけどもそういったねあの元でなしでも分かりますよ10万も置きますよみたいなそんなカリキュラムを作っちゃったりするわけですけども半分恐ろしいですよねそれ企業に対してはいいことが全くないわけですよ お客さんから1円ももらえないのに払い出しだけあるみたいな感じになっちゃうんですよね。でそれを支えているのがその企業に勤めてる従業員さんっていうことなんでみんなで泣いてるって感じですよね。まあ年金のことに限らずね日本の経済を大きく見たときにかなり大きなメスを入れなければこの問題は解決しないんじゃないかなと思いますね。要するにお金の勉強をしろっていうのはこういうことに対して小学校中学校の頃からちゃんと 親が伝えてるかどうかってことなんですよ。学校はそういうカリキュラムないですからね。親が経済の仕組みを理解して、年金や税金をきちんと理解して、子供に正確に幼い頃から伝えていかないと。なぜなら、どんな小さなお子さんもお金を使うからなんですよ。生まれたばかりの赤ちゃんだって、自分で払うわけではないですけども、お金を使ってるわけですよで。お金を生み出さない小さな赤ちゃんもお金を使いますし、もうお金を生み出せなくなったご高齢の方もお金を使うわけなんですよ。 じゃあこのお金は産まないけどもお金を使うよっていう世代が頭と尻尾に控えている現役世代と言われている方の中にも労働に耐えられない人もいるということを考えると、本当に、ね、世の中ではたった一部の人が大変な思いをして仕事や収入にに対してての責任を負っているってことになるなんですよ。そこに対してですよ一生懸命働いて工夫して稼いでる人からもっともっと取っちゃえねみたいなね。 もううみんななででしり始めたたピラニアのようになってきまねねい、うん、いやー怖いす、ねうん、私もね自分の資産を早めに作っとかないといけないなっていうふうな結論に至ってここにいるのはまあなんとかこの仕組みが二十、まあ、数年前ねまだ私がサラリーマンだった頃にミノモンタさんの朝田そばを見て年金やべえぞ当てになんねえぞと思ってそっから二十数年かけて ああ、やっぱりそうなったなっていうことだったかなと思います。うん、まあ、ですんでね、本当にね、ちょっとずつ制度を変えられますので、私たちは直接は抵抗できないじゃないですか。ねえ。まあ、どうなっちゃうんでしょうかね。まあ、ということでございました。年金問題、闇深しということですね。それでは。